浅間は東日本旅客鉄道が北陸新幹線の主に東京駅長野駅間で運行している特別急行列車である。本校では北陸新幹線開業以前に新越本線で運転されていた特急浅間・白山のほかかつて新越本線長野以南で運転されていた優等列車の遠隔についても記述する。浅間は 1961年10月から1962年12月までの間は小室駅新潟駅間で運転されていた、準急列車の列車愛称に初使用された。その後、1962年12月からは1963年9月までは、上野駅長野駅間の夜行準急列車。また、1966年10月から1997年9月までは、上野駅長野駅。 妙高高原駅、直越駅間の特急列車で使用された。列車名は、群馬、長野の県境に位置する浅間山に由来する在来線の特急列車及び新幹線ではいずれも公募によって決定された。1997年10月1日に、北陸新幹線の高崎駅長野駅間が、通称、長野新幹線として先行開業した際に、 東京駅長野駅間の列車相性に転用され、現在に至る2015年3月14日の長野駅、金沢駅間開業時の列車名公募でも第7位となり、長野への新幹線として親しみやすく、分かりやすいためという選定理由から、引き続き東京駅長野駅間の区間列車として運行されることになった。定期列車は東京駅長野駅間27往復が、 運転されている。このほか平日の通勤時間帯に、臨時扱い区間列車として、軽井沢駅長野駅間により1本が設定される。金沢開業時より、列車番号及び、号番号が500番台から600番台に変更されている。金沢延伸以前は、速達タイプも、各駅タイプもすべて、朝までの運行であったが、金沢延伸以降は、同区間に輝き、 白高が加わり速達タイプの役目が移された関係で、浅間は各駅タイプの色が濃くなり、金沢延伸により運転本数が大幅に削減された上越新幹線、谷川に代わって上越新幹線区間での停車列車の役目も担っている。停車駅数の増加も相まって到達時間は全体的に長野新幹線時代よりも長くなっている。停車駅 編集使用車両、編成、編集 JR 東日本長野新幹線、車両センター所属の E7 系電車並びに、JR 西日本白山総合車両所所属の W7 系電車が重当される。いずれも、高崎駅軽井沢駅間に30パーミルの急勾配が、約30キロメートルにわたって連続すること、軽井沢駅佐久平駅間に、商用電源周波数5 0ルツ 60Hz の切り替えセクションが存在することから、高出力種電動機搭載並びに、周波数切り替えに対応した車両である E7 系、W7、e、系のグランクラスについては、全列車専任アテンダントの車内サービスはなく、座席のみでの営業となり、輝き、白鷹、より割安なグランクラス料金が設定される。定期列車は、東京駅長野駅間に27往復、 東京駅軽井沢駅間に一往復の合計28往復が運転されていた。このうち東京駅軽井沢駅間の一往復は週末や休日を中心に長野発着の延長運転が実施されていた。さらに臨時列車として軽井沢駅長野駅間下り一本が運転されていた。停車駅、編集判例過去に運用された使用車用編成。 研修 e 2系長野開業時から運用されていたが、2015年12月24日をもって定期列車の運用を終了し、以降は基本的に臨時列車のみの運用となった。2017年3月25日に団体臨時列車、ありがとう e 2系浅間が運転され、3月31日をもって臨時での運用も終了した。e 4系 e 4系の宇宙休校対策を施行した P51、P52 編成が軽井沢駅まで周波数切り替え対策も施行した P81、P82 編成が長野駅まで運用可能で2001年から2003年に軽井沢発東京業の臨時列車での運用が行われていた 200K1998 年の長野オリンピック開催期間中には輸送力増強の ため急勾配周波数切り替え対応工事を施行した200、軽車両による臨時列車が運行されたが、その後同編成は重当されず2004年に廃車となった。所要時間、編集東京駅長野駅間を最速80分、平均約100分程度で運転されていた。浅間の統一名称を与えられてはいたが、列車ごとの停車駅設定がまちまちだったため、所要時間には、 才があった。開業時から2002年12月まで、東京駅長野駅間、ノンストップ列車が一応往復設定されていた。浅間は1966年10月1日から1997年9月30日まで、上野駅長野駅、直越駅間を、白山は1972年3月15日から1997年9月30日まで、上野駅金沢駅間を、 新越本線経由で運転されていた特急列車である。浅間は1日19往復が運行されており、うち4往復が直越発着。それ以外は長野発議であった。なお、長野発着のうち1往復は、下記、冬季のみ臨時列車扱いで明光高,高原まで延長運転を実施していた。列車番号は、号数プラス 3000M、29号の長野駅。 直越駅間は 3327M、延長運転時の長野駅、明高高原駅間は合数プラス 9000M とされた。白山は1日1往復が運行されており、列車番号は下りが 3051M、上りが 3052M であった。浅間、白山ともに、新越本線横川駅軽井沢駅間の急行バイク間を経由するため、 同区間専用の補助機関車である EF63、型電気機関車との協調運転を実施していた。列車名の由来、編集、浅間は前日の通り浅間山に由来する。白山は、石川県と岐阜県の県境に位置する、日本三名山の一つ、白山に由来する。停車駅、編集使用車両、編成、編集使用車両はいずれも、国鉄分割民営化後に。 内外装のリニューアルを施行したほか、新越本線、横川軽井沢間における EF63 型、電気機関車との協調運転に対応した、形式である、189系電車 JR 東日本、長野総合車両所所属で、9両編成が、浅間8往復に、11両編成が、浅間9往復にそれぞれ充当された。なお、11両編成は末期に、 妙高高原以南発着列車で限定運用されていた489系電車 JR 東日本所属編成と JR 西日本所属編成があり、それぞれ運用が分かれていた JR 東日本長野総合車両所所属の編成は給料編成で浅間一往復にのみ充当された JR 西日本金沢総合車両所所属の編成は給料編成で 朝ま市往復を呼び、白山に重道された。なお、この編成は急行、のととも共通運用が組まれていた。長野駅北の優等列車の遠隔については、首木屋を参照なお、昭和前期に運行された同線の臨時普通列車、準急列車には、高原列車や、両風など、地方局が独自に設けた列車愛称が付けられていた。EF6211 県員ぼり。 越前1982年7月なおえつくは189から506、そよ風ぜう峠鉄道文化村保存車489、計200番台、あさ189系、あさ189系、あさ1996年9月長野489、計200番台、白山差し489から4。 白山食堂車1985年差し489から4車内1985年サロンエクスプレスソヨカゼ EF63 型と協調運転中の489系白山489系300番台白山489系白山185系ソヨカゼ2012年7月15日ありがとうございます